よいしょっと。場所がないから、ひとまず私のベッドに寝かせたけど。こういう時って、どうしたらいいんだっけ。真冬。とりあえず毛布と、あと何が必要だろう。そうだ、頭を冷やすんだった。お母さん、昔どうしてたっけ？水、いや氷か。氷、冷凍庫で作ってたっけ？濡れたタオルを絞るのって意外と難しい。結構力入れないと。これくらいで大丈夫かな。真冬のおでこに乗せてと。あとは、そうだ、食べ物。風邪をひいた時は、リンゴとか消化にいいものを食べるといいって、望月さんが言ってた。リンゴ、近くのスーパーで買ってこようかな。よかった、ちゃんと売ってて。あ、でも、今の真冬には食べづらいかな。どうやって食べさせればいいんだろう。そうだ。確か昔、私が風邪をひいた時に、お母さんがリンゴをすりおろしてくれたっけ。すりおろし、包丁？いや、大根おろし器かな。いた、すりむいちゃった。やっぱり、お母さんみたいにはうまくいかないな。ここは。私。あ、真冬、大丈夫？これ。まだ無理しない方がいいよ。すごい熱だから。リンゴ、すりおろしてみたんだけど、食べられる？少し食べられたね。よかった。でも、汗止まらないね。タオルも、もうぬるくなってる。真冬はそのまま寝てて、私は氷水を買いに。入って。え？行かないで。一人に、しないで。真冬。わかった。大丈夫。私はずっとここにいる。手、握ってるね。一人になんてしないから。ありがとう。ずっと、そばにいるよ。